こんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。こんばんは。なんかまだ外がさ、ちょっと明るいから絶妙な光なんですけど、まあいっか。最近すごい日がさ伸びてるから明るいよね、まだね。こんばんは。もう18時だけど全然明るい。こんばんは。アルバム聴いてるよ。ありがとうございます。そう、今日アルバム発売されました。嬉しい。チーム S 全員19人の声が入ったアルバムなので、ぜひ皆さんたくさん聴いてください。公演曲すべて収録されております。ぜひよろしくお願いします。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ぜひ聞いてください。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。暑い、暑いですね今日もね。最近暑いよね。さっき昨日か、昨日と今日はめっちゃ暑かった。ギフトありがとうございます。ゆずぽの写真出なかった。そう、アルバムね、そう、生写真が入ってて、そう、19人あるので誰かしらが入ってる生写真があるので、ぜひみんな推しメン引いてください。でも難しいよね、普通に考えて推しメン出すのね。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。暑いですね。地引きってさ、相当難しくない？もうなんか運とかの問題じゃないよね、もう。どんな、何なんだろうね何なんだろうね、地引きって。ほんと難しすぎ。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。なんか外が明るすぎてさ、まだなんかもうお昼とかのさ感覚すぎてお昼とかの感覚すぎて全然こんばんは感がないんだけど。こんばんは。3枚中3枚泉ちゃんというスーパー泉ちゃんタイム。それもそれで強いね、なんかそんなことあるんだ、メンバーかぶる。すごいね、それもそれですごいな。こんばんは。
アルバム早速取り込んで聴いてます。お、嬉しい。たくさん聴いてください。そう、昨日ルーちゃん家にいて、そう、みんなでねお疲れ様会したんだけど、そう、ルーちゃんのお母さんにもどの曲好きですかって聞いたら、サーフが好きって言ってたあれいいねって言ってました。こんばんは。初訪問2度目ありがとうございます。 SK48 チームスのシグレズキです。こんばんは、ありがとうございます。もうお疲れ様会って言ってもね、もう次はしあさってか、しあさってにはねあるんですけど2回目の公演がね。こんばんは。そう、お疲れ様会したんですよ。こんばんは。そう、ルルちゃんに久しぶりに会ったんだけど、めっちゃ落ち着いてました。なんかすごい前会った時めっちゃ騒がしかったけど、すごい静かになってたこんばんは。大人ルルちゃん、大人なんかな、わかんないけど、そう、めっちゃ落ち着いてて可愛かった。癒しですね。こんばんは。アルバムの生写真でゆずぽ出ました。あ、ぜひ大事に飾ってくださいこんばんは。ケーキ一緒に食べた、食べましたよ。ケーキいっぱい食べた昨日。なんか顔むくんでんの、いっぱい食べすぎてそう、食べすぎて顔パンパン。まだマシだけど、今起きた時やばかったよ。顔がもうまん丸すぎて。こんばんは。顔まんまるだったんです、起きたら。昨日はね、るーちゃんのママと一緒にゼロポジ生放送の再放送見てましたそう、再放送見てた。新公園からフォローしたので、質問、ニックネームがゆずぽっていいんですか。あ、そうです。でも何でも大丈夫です。いろんな呼び方、なんか何でも、あ、何でも呼ばれる。ゆずちゃん、ゆずちゃんとかでも呼ばれるし、何でも大丈夫です。特になんかこうやってやだお前さとかはちょっと、うん、やだなって感じだけど、まあ、お前って呼んでくる人いないんですけど、さすがにいないですけどね、うん、お前はちょっと嫌ですねお前とかあんたとかちょっと嫌だかなちょっとどこじゃないな、結構や、嫌かな。こんばんは。そう、さすがにいないけどさすがにお前とかはいないけど、うん、ちょっとまあ、みんな嫌だよね多分ね
こんばんは。私なんか先輩にもゆずきさんがいるから、ゆずきとは呼ばれたことないです、あんまり。そう、ゆずちゃんとかゆずぽとか、そう、先輩に同じ名前の方がいるので。そう、先輩ゆずさんはゆずきって呼ばれてない？結構違うか、そんなことない？そんなことないか。そう、でもなんかゆずきってあんまり呼ばれたことないです。暑いな。呼ばれてる印象やっぱあるよね。そう、まあ何でもいいです呼びやすいので何でも大丈夫。ただ同じ名前の人がいるから、そう、どっちだろうなって思う時はたまにあるけど、うん、大丈夫、何でも。暑い暑いよ今日。こんばんは。そう、最近なーやもなんかさ、どさくさに紛れゆずぽって呼んでくるんやけどそう、なんかイントロで、なんか「愛を君に愛を僕に」の公演が一番最初、「愛を君に愛を僕に」じゃないですか。でなーやんが後ろにいるんですよ、私が、私の後ろになーやんがいるんだけど、タイミングわかんないから「ゆずぽ見よう」ってこの間言われた。なんか見といてってまあ年上なんでね、3つ違うのかな、3つ違うからね。3つだ、4つ違うのがイズリンだ。そう、3つ違うんですよ。こんばんは。2つ違いがマリンとかルーちゃんとかで、1つ違いがミヤマルとかで、1個下が、あ、同い年はあゆかぴょんとかで、1個下がゆうゆうとか、2個下があみちゃんとか、そんな感じ。そう、なんかさ、先輩のさ年齢とかあんま詳しくないんだよね。なんかわかる、なんかあんまりさ、この人何歳って言われてさ、そう、なんか「へえ、何歳だっけ？」ってなっちゃう。こんばんは。暑い。前髪切りたいな、もう長い。10期からは石黒さん、なーやんもめっちゃ最近まで石黒さんだったからね。そっからのゆずぽって結構難易度高くない難易度高くない？何きっかけなんだろうか、なんかあったっけ、ゆずなーやんとサイリウム何色？赤と黄色ですサイリウムってさ、あれよね色かぶらないようにするの結構難しいよね。なんかグループに入るのが遅いにつれて、なんか考えるの難しくない？
15分早い。私は赤と黄色です。覚えてください、ぜひ。赤と黄色です。こんばんはめっちゃ声やばいかも。こんばんは。喉が不調すぎるね。そう、なんかさ、まぶたにさ、なんかできたんだよね。ここになんかいるの。めっちゃ痛いんです。何？なんかね、なんかね、白いね、点々がいるの。めっちゃ痛いの。早くなくなってくれんかな。めっちゃ痛い。初訪問2度目、たくさんだ、ありがとうございます。 SK48 チームエースの石黒ゆずきです。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。暑いですね、今日。暑いです。こんばんは。チョコラビンビンね、ちょっと苦手な味だったので飲みません、もうもうちょっとしばらくはいいかな。ちょっとね、ダメでした。うん、そう、おとといか飲んだんですけど、うんって感じだったうん、ちょっと苦手な味だったかな。18日買い足した。あ、嬉しい、ありがとうございます。18日はあれですね、コスプレですね、泉ちゃんと。そう、この間届いて、そう、お母さんが取りに行ってきてくれました。そう、本当は受け取るはずだったんですけど、お家に。そう、誰もいなくて、受け取る人がね、誰もいなかったので受け取りに行ってきてくれた、この間ママが。楽しみですね。もうすぐだもん、ね、あと10日早っ。1週間ちょっとだ。早いですね。そう、間に合いました。そう、余裕でしょってたけしが言ってさ、アマゾンはすぐだよってそう、しょっちゅう頼んでるんですよ、アマゾンで。何でもアマゾンだから。そう、アマゾンの荷物が来たと思ったらたけしのってってぐらい、本当にアマゾンにお世話になってるので。そう、すぐ来るらしい。そう、あのね、通販サイトでね、そう、この間目代わりやってて、そう、買いました。発送連絡とかが来るけど、いつ届くかは分からなくて、ちょっとそわそわちょっとそわそわしてる。早く来ないかな。こんばんは。楽しみです。めちゃめちゃ久しぶりにネットでお買い物しました。
そう、前初めてネットでお買い物した時に本当に何にも考えずにただただ欲しいものだけを買ったら結構お値段が高かったから、それでちょっとママに怒られたので、これはダメだわって言われて、本当にもうちょっと見極める力をつけないと無駄だよって怒られたので、そう、今回は見極めて抑えたそう、ネットでしか買えないものしか買ってないです。だからそう、だからお店とかで買えるものは買わずにネットでしか買えないものだけを買いました。偉いやん、偉いよね。こんばんは。一体どれくらいのお値段なのかしら。え、でも今回は5000円くらい。5000円くらいです。前回はちょっと言いたくないけどどれくらいだろうな、分からん、例えられない値段だけどどれくらいだろうこんばんは。でも今回本当自分のお金で買ったので、そう、もっとなんかもう無駄遣いしないようにしなきゃってなって、そう、頑張った。こんばんは。あんまり買ったことないけどコスプレってピンキリだよね。ピンキリって何？なんかピンキリっていうさ単語別に聞いたことないわけじゃないけどさ、いつも意味が分からずさ、ピンキリっていうさ言葉をさ見てる。ピンキリって何ですか？一回きりみたいな一回きりみたいな感じですか？違う？こんばんは。高いのもあるし安いのもあるってこと。なるほど。ピンからキリまでっていうのが分かんない。それがどういう意味か分からん。ピンって何ですか？ピンって何？ピンとキリが分からんな。あ、高低差がすごい。なるほどね。理解。確かに今回のコスプレはたけしがこんなすんのって言ってて、すごいびっくりしてた。いいじゃんって言って買ってもらったけどそう、後でお金払わなきゃ。そう、自分がじゃあ後でお金払うわって言ったら言っちゃったから、払わないと。こんばんは。リトマンみたいな感じです。ああ、ちょっとわかりやすいね。なるほどね了解。こんばんは。確かにコスプレはなんかあれだね、ほとんどネットで買ってるので、ゆずもコスプレ着るときはトーク会とかで、そう、実物を見て買ってないから怖い部分もあるけど、割とでもなんかこれ外れかもと思ったもの買ったことないかも。全部割と想像通りって感じ。まあでもネットだからまあ許容範囲みたいなとこはあるね確かにそれはあるけど、でも今回ももう開けちゃったけど結構良い感じでした。ゴスロリの予定あります？ゴスロリか、難しいね。
似合うかどうかだよな、もうそもそもね。なんかやりたい気持ちは別にないわけじゃないけど。好きな方ありがとうございます。 SK48 チームスの石黒ゆずきです。こんばんは、ありがとうございます。ゆずはでもなんかサイズは丈に合わせて買うから、ウエストとかじゃなくて、そう、丈足りないのが一番ダサいじゃないですか。なんかわかります、なんかウエストは S なんだけど丈は L みたいな、そういうのがあるから、そう、どっちを取るかでいつも迷いますね。そう、丈が短すぎると逆になんかダサかったりとか、なんか違うなって感じになっちゃったりしてしちゃうから、そう、そこがね、そう、難しいところなのよ。そう、なんか 上はこれ、下はこれってさ、なんか変えれればいいけど、それが別にできるわけじゃないから、そこが難しいんだよね。そうそう、セットで売ってるから、そこが難しいね。足長いからなかなか大変だね。まあそうですね、そうだね、そこはちょっと大変かな。うん、そこはちょっと大変かな。うん、まあそうですね。こんばんは。腕が長いのが悩みです。え、腕長いの良くないですか？私も腕長いよ。ゆずも腕長い方ですよ。なんか腕長いとかさ、あれなんかどの基準やねんって感じだよね。なんかどこからが長いんだろうね、腕が長いって何なんだろうね。なんかあるじゃん、腕長いねってさ、何を見て言ってんだろう。そのまま見て言ってるのかな。本当になんか見てて長いから長いねって言ってんのか、なんかありそうだけど。キョンシーもメイドもいい感じだったけど、メイドさんはちょっとね、ウエストがダボダボでした。頑張ってなんかエプロンでなんとかしたけど、なんとかしたけど、キョンシーは、あの、キョンシーもちょっとあのベルトみたいなのが、そう、結構なんか緩かったけど頑張ったって感じ。メイドさんもでもね、うん、なんとかなったって感じですかね。こんばんは。結局ウエスト合わないんだね。うん、ウエストはもうなんか難しいし、うん、合わないだろうなと思って買ってるから、うん、そこはまあ自分が何とかすればって感じだけど、そう、結局はあの丈だね。丈だね、もう問題はそっちですね。スタバのブラックエプロンのコスプレで、なかなか癖強いコスプレだね。いやー、ブラックエプロン、あれでもすごいんでしょ。ブラックエプロンつけてる人、そう、今日行ったらさ、スタバ売り切れてた。ほうじ茶クラシックティーだって、悲しい、もう一生飲めないかもしれない。どうしよう、大丈夫かな、まだ売ってるとこあるかな、飲みたいけど、やだな、このまま飲めなくなっちゃったら。まさなさんが服買うとき一番小さいサイズでも大きくて困ってるって昔言ってた。えぐ、マサナさんの衣装を着るとき、めっちゃもうこれでも買ってくらい、もうお腹へっこませるよ。じゃないと履けないもん、スカートとか。もうなんか超全力で薄っぺらくする。
もう全力そこにかけてるので、そう、もうふんって細く、昔の方ってさ本当になんか細いさ方が多くて、そう、なんか衣装さんも言ってたんですけど、昔の人って結構なんか細い人ばっかだったらしい。そうだから本当になんかもう本当これ履ける人いるんかなってぐらいさ、ほんとなんかちっちゃいズボンとかなんか短いスカートとか、このウエストこんなんしかないみたいなとかたまにあるんですよ本当に。誰が履けるんみたいなズボンとか本当にあるんですよね。そうそうそう、そう、今だって熊崎さんとか、まあ柚木さんとかが多分細いから、ウエストとか特に多分着れないですね。無理、絶対無理です。同じの履けないと思う。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いやなんかもう熊崎さんはなんかもう目指しても多分あの細さにはなれないよね、多分どう頑張っても。いや頑張ったらいけるかもだけど、頑張るのも最上級じゃない多分。そんなね、もう並大抵の努力では届きません、もう無理です。そう絶対骨、あれはもう。 骨。 骨が勝ちです、もう。そう、もうこっちは骨が負けちゃってるからダメだね。そう、あれ、あのお腹になるにはもう一生かかるかもしれないっていうぐらいに細いです。こんばんは。もう骨格はもうどうにもできないじゃん、もう生まれ持っちゃったものなんだもん。だってそれで育ってきてるんだからさ、今から直すことはできないじゃんね。無理じゃん、だってどう頑張っても。ごぼうしんど、私の小学校の時のあだ名ごぼうでした。足真っ黒だったから、今だいぶ白くなったけど。こんばんは。習い事のみんなにごぼうって言われてた。ひなまん細いよね。ひなまんはもう何なんだろうね、あれは。あれは骨じゃなさそうなんだよな。あれは何なんだろう、もう鍛えた、鍛えてできたものなんかな。あれもあれですごいよね。細いですね。まあ、でも今回オリジナル衣装なんで、まあ自分の名前が書いてあるから、衣装全部石黒柚木って書いてあるので、まあ、一番最後の衣装以外は新規の衣装なので、あれだね、まあいい意味でも悪い意味でも変わったらすぐバレてしまうので。 変わったらバレちゃうから引き締めないと、食べ過ぎてると。ダメだね、すぐ石入んなくなる。ごぼうの色の方か、色じゃない、色もだけど、ごぼうみたいに細かったからです。そう、カリンコリンだったんで、もうなんか蹴ったら折れそうってよく言われてました。そう、昔なんか座ったら膝から骨がゴツゴツ出てた。今は出てないけど、そう、骨ゴツゴツだった。今は全然そんなことないよ。
見のことありがとうございます。 SK48 チームメッセージグルーズキです。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。露出はなかなか多いからね。そうだね、多いね、確かにね。まあすごいなんかめちゃめちゃ出るってわけじゃないけど、出るとこは出るって感じですよな。そうよね、うん。あれだね、あっちの方がよく出ますね、あのアンコール1曲目2曲目の紫のやつ。なんか短パンだからかな、余計になんか出て見えるんですよね。そう、全部でも衣装かわいい。こんばんは。全部かわいいです。こんばんは。店員さんの話、あーこの間言ってたやつかな。そう、この間お寿司食べに行ったら店員さんなんかお会計してくれる人じゃ、なんかいるじゃないですか、皿カウントしてくれる人が、そう同級生だったんですよ。びっくりびっくり。そう、同級生だった。そう、最近なんかあるんですよね、たまにね。そう、最近なんか見かけることが多くなって、だからゆずもなんかさ、別に相手が別に気づいてるとか気づいてないとかの話じゃなくて、私がすごいなんか気まずくなるのがすごい嫌なんですよね。まあ相手に気づかれた時が一番気まずいんですけど、多分気づからないぐらい、気づからないから大丈夫です。そう、その子と喋ったことなかったんですよ、一回。小学校がね、そもそも違ったので、喋る機会がまずなくて、クラスも違ったから、そう喋ったことなかったけど、卒アル確認したらその子でした。実は食べた時かな。あ、そうですそうです。そう、でも昨日もね、メンバーとお寿司食べたよ、夜。お寿司とチキンとトッポギとケーキとアイスとワッフルと、それぐらい食べちゃいました。食べちゃいました。でも皆さんもない？たまに。ママでさえあるからね。ママでも、あ、今のすれ違った人多分なんか同級生だわみたいな。そういう時みんなどうするんですか？スルーするの？それとも話しかけちゃうタイプですか？私は絶対スルー派ですね。絶対に話しかけない。お久しぶりっていう。ああ、なるほどね。それはそれで、でも相手からしたら嬉しいかも。いつもなんか自分からは行かないけど、絶対に。言われたら言われたで嬉しい気持ちにはなる。地元にいたらよくあります。あるよね。そう、なんか店員さんとかさ、それこそなんかほんとどっかお出かけした時になんか見たことあるなみたいな人とかたまにあるよね。関わりがあった人なら挨拶するかも。うん、確かにそれもそうだよね。なんかどれぐらい仲良かったとかさ、どれぐらい
なんか喋ってたとかにもよるよね。わかる。最近帰省してないので今朝毎日地元に帰省してますね毎日帰省してる。ほぼ毎日帰省してます。あれって思うときたまにある。確かにあるよね。そう、毎日帰省してる。毎日家帰ってるか。家しか買った。そう、地元ですよ。地元に帰省してます。こんばんは。毎日帰省初めて、私も初めて行った今おもろい。毎日そう帰省して毎日通ってるそう通ってます。生写真ゆずぽだった。お、引きがいいですね引きいいですね。さすがですね。飾ってください。いつも目に入る場所に。こんばんは。アルバムゆずも欲しいな。買いたいな。買いに行こうかな。こんばんは。初見の方がいる。ありがとうございます。 SK48 チームメスのシグレズキです。ありがとうございます。チェキのために透明の iPhone ケース買った。誰のチェキ入れるのゆずチェキ大切にします。してください。もう届き始めてるよね。もう届いたかな。昨日と今日で届いてるかな。どうだろう。全員に行き渡ったのかな。どうだろう。アルバム買ったら写真誰だったか教えて。いや、もうなんならここで開けたいよね。アルバム買ったらね、ここで開封するわ。届いた。お、私も欲しいアルバム。こんばんは。月から見てます。どこの、どこにいるの。月の、月のどこら辺ですか。ありがとうございます。すごい遠くから。そんな月から、え、月電波通ってるんすごくない。ありがとう。ゆずも月毎日見てるよ。月が出るときは空見るの好きだから月も見ます月も 5G かな最近 5G 増えたよね。エリア多分だけど増えたよね。そう、最近携帯パッて見ると 5G ってなってるよく。なんか前なんかでも設定ことになってて、そう、ずっと 4G だったけど最近ほとんど 5G。 今は知らないけど。また月の写真もあげてください。月の写真、わかりました。
今日でも空めっちゃ綺麗だった。そう、めっちゃね、空って感じの空してました。そう、すごい空だった今日は。こんばんは。ああ、足がしびれそうです。痛いです。フリー Wi-Fi、 なんかたまにさ、フリー Wi-Fi 勝手につながるよね。すごいイライラしちゃう。すぐ Wi-Fi 切る、そういう時。次は綺麗ですね。月見えてる？今日。月が綺麗ですねっていい言葉だけどさ、本当に現実でさ、本当に言う人っているんかな、その人に対して。なんかノリとかならわかるけどさ、本当に本気で言う人とかいるんかな、すごい気になる。言う人とかいるのかな。月が綺麗ですねって。もうメンバーのモバメで空の写真来たけど綺麗だった。おう、空ね。今日もゆず歩きながら空撮ったけど、ちょっと下手くそすぎた。すぐ消しました。こんばんは。お見合いで言うんでは。じゃあこの間明らかお見合いだった方、私が見た人たち行ったかな、気になるな。こんばんは。お見合いってどういう経緯でするんだろうね、すごい気になる。そう、なんかどういう話してるのかなと思ったけど、さすがにそこまで聞こえてこなかったけど、絶対お見合い、あの方たち、私が見た。こんばんは。けどその時いとこが面白すぎて、あれ絶対お見合いだよねってずっと言ってた。で、あの人たちは絶対あれだしみたいなのずっと言ってました。おもろい。ご趣味は？ご趣味ね、私のご趣味睡眠です。あと人間観察と食べることと携帯を見ること。ただのなんかダラダラした人間のさ、生活の一部を紹介したみたいなご趣味だね。人間観察好きやな。好きですよ、人間観察。もう人間観察が好きな歴もう何年だと思ってんの。もう何年とやってきてるから、そりゃ好きですよ人間観察。こんばんは。お腹すいたな。
スタバとかの窓際の席で人見るの好きそう。あーそれはねしないかも。本当に席が空いてなくてそこしか空いてなかったらまあしょうがなくそこ座るけど、スタバはなんていうの、机に座りたいです。普通のなんかカウンターじゃなくて普通の机、普通の机がいいかな伝わるこれ。そう普通の机の端っこがいいです。なんか挟まれたくないから端っこがいい。でも今日めっちゃ行ったら混んでました。大学生、なんか大学生わかんないけどめっちゃ多かった、まあ、時間も時間だったからまあしょうがないかと思いながら座ってたけど、でもカウンターもねまあいいんだけど、そうなんか人になんか別に見られ、自分が見られてるわけじゃないのにちょっとなんか気まずくなっちゃうからあんまり見ない、あんまり座んないですね。なんかテーブルがいいでもいつもスタバ行ったら YouTube とか見ながら飲んだりとかする。 YouTube とかアマプラとか見ながら飲んでます。今日もアマプラで映画見ながら飲んでました一人で。19時になったら終わります。あと5分。ソファー席のあるスタバはいい。ソファー席なんか座った記憶あるな。どこだろう、あれかな、ゲートタワーかな、座ったことあるかも結構前。あそこいい、ゲートなんかソファー席いいよね。魔女宅最後まで見てね。あそう、あとね15分くらい多分見てないから見るわ。でもちゃんと見てないの、メイクしながら見てたからほとんど聞いてただけだけど、そうもうほんとサウンドトラックみたいな感じの感覚でした。音楽だけ聞いてるだけ魔女の宅急便のさ音楽いいよね、かわいい。スタバはドライブのお供に飲みたい。うん、最近ドライブスルーのスタバとか増えてきてるよね。結構なんかドライブスルーやってるスタバ多いよね。一番いいところで泊まってない？そうそう、なんかさ魔女の宅急便さあんまりなんか内容わかんないんだよね。そうなんかジブリ、えジブリですっけ魔女の宅急便って、なんかジブリ映画とかあんまりなんかわかんない、結末が何回も見ないとさわかんない初訪問2度目、ありがとうございます。 SK48 チームスの石黒月です。こんばんは、ありがとうございます。ジブリか、魔女の宅急便かわいいよね。そうポニョが見たかったのにポニョ取り忘れちゃったからまたポニョチャンスを逃してしまいました。ポニョ見たかったな、録画しとけばよかった、ちゃんと悔しい。はじめまして、あ、ほんとだ、初見の方だ、ありがとうございます。ポニョー、
ジ可愛い。うん、可愛かった。ジジ可愛いよね。そう、見てて可愛いなと思って聞いてました。こんばんは。今日誕生日で23歳になりました。うん、おめでとうございます。今日誕生日なんですか？6月4日か。おめでとうございます。ぜひ良い1年にしてください。誕生日ね。キキのコスプレで東海か。私キキのコスプレしたいんだよね。めっちゃ可愛くない？いつかやりたいと思ってる。キキのコスプレ絶対可愛い。やりたいの。可愛いよね、キキのコスプレ。初訪問ありがとうございます。初見です。めっちゃ可愛い。え、嬉しい。落とし間りさちゃんが大好きですって。イコラブの方です。ありがとうございます。そう、キキのコスプレしたい。あとはね、コスプレでもなんか、いや、私がやりたいの割とやってる気がするけど、分からん。そう、なんかさ、ハロウィン公演とかなんか最近ないじゃないですか。そう、だからさ、そういうところでやっておかないとハロウィン感全く感じなくなっちゃったので、そう、ちょっと悲しいなと思って。その前までさ、割と私ハロウィン公演3回ぐらい出てるんですよ。確か3回か4回出てるんですけど、そう、コロナ流行ってからはそうなくなっちゃったから悲しい。みっちゃん幕張でキキするんだっけ？そうなの。でもみっちゃん、ま、なんかキキのイメージめっちゃある。なんでだろう。すごいなんかキキやってるよね。こんばんは。キキならジジでいきます。じゃあ猫耳つけてきてください。特会で猫耳つけてきてください。あ、じゃあ19時1分なのでそろそろ終わります。今日発売の相棒君に相棒君に SK48 とチーム S のオリジナル新公演、小室哲哉さんプロデュースの新公演となっております。ぜひ皆さん聞いてください。小室哲哉さんと木根直人さんのお二人が関わっております。曲振り付けは牧野アナさんと、クリエイトボーイの山川祐希さんがやっております。ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。ありがとうございました。アルバム聴いてください。いい曲ばっかりなので16曲収録されてます。ぜひよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。じゃあまた明日。明日は夜にしようかな。夜やります。明日でもレッスンなのでちょっと 何時ぐらいかわかんないけど夜やります。ありがとうございました。アルバム聴きまくります。うまいですね。ありがとうございました。バイバイ、また明日。